ティグラネス2世は、アルタクシアス・朝のアルメニア王。アルサケス朝の弱体化に乗じて、メディア地方やシリアに勢力を拡大し、大王、朝の王を称した。しかし、地世の後半には、ローマとの戦いに敗れ征服地の大半を失った。前王アルタウアスデス1世の息子として生まれた。アルタウアスデス1世が、ミトラダテス2世の下で急激に勢力を拡張していた。 パルティアの攻撃を受けて降伏した際、ティグラネス二世はパルティアに人質として送られた。彼はその後、ミトラダテス二世によってアルメニア王に擁立された。ティグラネス二世は娘、アリアザレをミトラダテス二世に嫁がせるなどして、パルティアとの関係を保ち、またその影響下に置かれたが、間もなくパルティアが政治混乱に陥ったために、その影響力は減退した。 自立を強めたティグラネス2世は、ポントス王国と同盟を結び、その王ミトラダテス6世の娘、クレオパトラをめとって、国内の基盤を固めた。ティグラネス2世は、パルティアの混乱に乗じ、その支配下にあったメディア地方に侵攻し、中心地エクバタナを占領して、その支配権を得た。さらに、メソポタミア北部を通過して弱体化していたセレウコス朝を攻撃して、 勝利を収めた。これによって、シリアの大半がアルメニアの支配下に置かれた。そしてチグリス川の北に、神とティグラノケルタを建設し、蝶の王の称号を刻んだコインを発行した。こうして、大帝国を打ち立てたティグラネス2世であったが、西方で発生したミトリガテス戦争との関係から、その拡大政策は頓挫した。 同盟者であったポントス王ミトラダテス六世は、周辺属州の支配権をめぐって三次にわたる、共和制ローマとの戦いを繰り広げていたが、最終的な敗北の後、アルメニアへと逃げ込んだ。ローマの将軍ルキウスリキヌスルクルスは、ミトラダテス六世の引き渡しを要求してきたが、ティグラネス二世はこれを拒否して、ローマに対抗する姿勢を示した。しかし、ティグラネス二世は、 ローマとの戦いで勝利を収めることはできなかった。全69年にはティグラノケルタが包囲され、ティグラネス2世はこの新首都を放棄せざるを得なかった。ティグラネス2世は続く、紀元前68年にもアルタクサタの戦いでも敗れた。彼はパルティアに援軍を求めたが、同時期にローマもパルティアに同盟を提案しており、当時のパルティア王フラーテス3世は日和見みを決め込んで、 曖昧な返事しか返してこなかった。ルクルスに、その後ローマ側では、ルクルスが軍隊の進軍反対を受けて撤退したが、アルメニアでは、ティグラネス2世の息子のティグラネスが反乱を起こした。小、ティグラネスは、パルティア王フラーテス3世に援軍を求め、その結果パルティアがアルメニアに侵攻してきた。ティグラネス2世はこの息子の反乱を鎮圧して、パルティアに対抗したが、 小、ティグラネスは今度は、ローマの将軍グナイウス・ポンペイウスの下に逃げ込み彼の支援を求めた。ポンペイウスは、小、ティグラネスを助けて、アルメニア領土を、ティグラネス2世とコティグラネスの間で分割するように、迫り、ティグラネス2世はこれを受け入れた。紀元前95年のアルタクシアス長期元前66年までに、併合した地域、 ティグラネスに従属した国一時的に、ティグラネスに従属した国その他のコーカサス諸国この一連の戦いで、アルメニア本国以外のすべての征服地を喪失し、紀元前55年に死去した。死後、息子のアルタウアスデス2世が後を継いだ。死者の首を打つのことわざの抗言でも知られる。ローマとの戦いにおいて、敵将力のすり記入するクルスが到着したという彼に、 とって、悪い知らせをもたらした死者の首をはねた。その結果この後、彼に真実の情報を伝える従者がいなくなった他故事に由来。この孤児は、シェイクスピアの作品において、しばしば言及される。ティグラネス大王勲章。ありがとうございます。